東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？J1 は13日、第1ステージ第12節を開催し、エディオンスタジアム広島では、サンフレッチェ広島と柏レイソルが対戦。前半をスコアレスで折り返した試合は、後半もスコアが動かずに、0-0のスコアレスドローに終わった。前半は、共に決定機を創出するが、両守護神がゴールを守り抜く。後半21分には、柏が好機を迎えるも、ミッドフィルダー原田明美のスルーパスからペナルティエリア内に侵入したミッドフィルダー竹富康介が左足で放ったシュートはゴールキーパー林ダクトに弾き出される。一方の広島は同33分、ミッドフィルダー茶島雄介のパスから抜け出したフォワードピーター宇高がゴールキーパー中村康介との1対1を迎えたものの、シュートは中村に右足1本でストップされてネットを揺らすには至らなかった。スコアレスで後半を迎えると、開始直後の後半2分、この日が J デビュー戦となったディフェンダー湯澤正人が右サイドから切れ込むと、フォワードディエゴ・オリベイラとのワンツーからバラダにラストパス。パスを受けたバラダはミドルレンジから狙いすました右足シュートを放つが、林の横っ飛びのセーブに阻まれてしまう。広島は後半10分に茶島に変えてフォワード浅野拓磨を投入して状況を打開しようと試みる。すると同21分には右サイドから切れ込んだディフェンダー志尾谷司の縦パスを宇高が落とし、ゴール前でフリーになったミッドフィルダー柴崎康成が決定機を迎えるも、好反応を見せた中村に左手一本でボールを弾き出されて先制ゴールを奪えない。その後も両チームともゴールを狙ったものの、最後までスコアは動かず 0-0 のまま試合終了のホイッスルが吹かれた。